香川県丸亀市の牛島にやってきました。今日の釣りガールは山口美咲ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回はですね、秋の五目釣りということで鳩にやってきました。秋らしいですね、五目釣りと聞くと。秋はね、やっぱりいろんな魚が釣れますよね、はい、さっきちょっと海の中覗いたんですけど、はい、いろんな魚いました。そうね、大きい魚も見えてましたね。いましたよ、うん、大きなチヌがいました。そう、美咲ちゃんやっぱりね、チヌのプロ釣り師ということでね、はい、ずっとチヌ見つけてはチヌ、あ、チヌ、あ、チヌってずっと言ってたね。やっぱり無意識やっぱりね。釣りのベストシーズンとも言われる秋、ね、満喫できるかな。一番いい時期ですね。さあ仕掛けを準備しました。今回僕と美咲ちゃんそれぞれね違う仕掛けなんですけども、私はちょっとジグヘッドをつけてちょんちょん探ってみようかなと。いいですね、はい、そして坂本さんは。僕はね、まあ、ちょい投げですね。投げ釣り天秤仕掛けに、うん、まあ、こう三本針なんですけど、砂虫をつけました、はい。まあ、キス、ハゼ、ベラ、あとマダイの子供とか。あ、いますね。言うでしょ、はい、結構いろいろいると思うんですよ。釣れそう。あれあれ、大丈夫、テンション低いね。え、釣れそうだ。いや、いいな、希望は今実際に釣れそうじゃなくて2人で釣れそう。頼むよ、できた。まだ釣り始まる前ですから。そうですね、テンション上げていきましょう。そうですね、よろしくお願いします、はい、じゃあこれで一気に三魚種違うの。お、じゃあ私も手分けしてやってみます、はい、頑張りましょう、はい、3種類2種類。あ、そうです、ね、では行きましょう、釣りスタート。イエーイ、やってみよう。釣れるかな。あ、もう当たった。私なんか今触りましたね。お、早っ。足元狙ってますけど、なんかちょっと見えなくなったよね。そうなんですよ、一時に比べたら。私たちの足音かな。あー、やっぱりそういうのあるの。あるんじゃないですか。あ、ほらほら、当たってるね。当たってますよね。当たってる。当たったけども餌なかったりして。うわー、かじられてる。あー、一投目でいきなり餌を食べられた美咲ちゃん。状況を見てオキアミよりも持ちがいい砂虫に餌を変更すると、すごい来た。これなんだ、見ました今の。なんだ、やった、よいしょ、身がつぶってもやりました。初めてなんで。わー、ちょっと1魚種目、小さいかなと。さすが秋、この調子でどんどん釣ろう。これでもカウントされる。カウントしました。あ、ね、すっごい魚いる。嘘、ちょっと見たい。何がいるんですか。スズメダイとグレ。うわ、すごい、ね、ものすごいいるじゃん。ほんとだ、水族館や。すごい、これカウント無理。いや、釣れればね。そういうことですね。当たってんの。ほら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 、ほんとだ、当たってる。やっぱ釣ろうとしてるやん。あ、来た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 。押して、あげたあげた。お、これなんだ、引きいいぞ。上がってきたのは9000。よいしょ、来た。あ、でかい。へ、いいサイズ。大きい、大きい、ね、美味しいですからね。これで2魚種目ゲット。そうなんですよ、はい、さあ来い。いや、本当にね、一番魚多いですね。当たるけど、当たるけど、これが難しいんですね。ちっちゃいんですね、ちっちゃい魚が。美咲ちゃんをじらしている魚は一体。何狙ってるの。来た、あ、来た。お、結構引いた。なんだ、なんだ、引きましたね。おお、違う魚か。おー、すげー、でかい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 。おー、すごい、でかい。やりました、ポッソン。カワハギ、なかなかいいサイズです。今度はキスを釣ろう。あ、いいですね、釣ってほしい、うん、仕掛けはキス釣り用だしすぐ釣れるはずと思いきや、わー、すごい、引っ張ってきても本当に当たりがないわ。うん、厳しいんだね、さっきまで釣れてたのに。そうなんですよ。なんかかかった、なんか来ましたよ。この、お、来た、今度は何、よいしょ、グレ。いや、今日また違う。すごい、これ、グレ、わっさー、もう4魚種目じゃない。4
グレ、新魚なんですよ。こんなね、真っ暗な見た目ですけど、すごく美味しい。ね、坂本さん。そう。複雑。もうダメだ。何、ベラだけ。ちょっと貢献がね、できてないんだけど。沖縄にしようかな、これ、このままね。なんか、結構ここまでの大分気になってるんですけど、ね、置いとこう。まあ、キス狙いかな。そうです。で、ちょっと違うのやろうかな。何にするんですか。いや、俺もちょっといい仕掛け知ってるんですわ。なになに、ちょっと見せて見せて。あ、一緒やん、私のやつやん、それ。偶然。いや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 、見てたでしょ。見てましたよね。あまりにも釣れないので真似させてもらうことに。まだまだ釣れる魚いっぱいいますから。そうそう、あと何がおる、これ釣れそうなの。チヌもいますよ、チヌ。あ、チヌ、いい、あ、いいね、はい、チヌ、チヌ、チヌ。ちなみにこれどうやって釣る感じ。落とすだけ。落とすだけ。落として待つだけ。あ、そう、はい。さあ、坂本くん、これなら何かヒットするでしょう。すごい大きい当たりあったと思ったら、あります、ね、差がない。反応ありますか。反応ないですね。嘘。嘘でしょ。止めて待ってるだけ。そうですよ、これもそう、ずっと当たってるんですよ。で、すぐ取られちゃう。もう多分ないんですよ、ほら、もうない。え、もうない。もうない。食べてるよね。いや、めっちゃあるけど。ここにいるんですけどね。なんで、なんで、なんで、怖い。え、めっちゃあるけど。逆に羨ましいですよ、そんだけ餌残るの。え、変えるわ。ちょっと、いろいろやってみよう。見てください。なんですか、それは。サビキ。針の上についているカゴの中に巻き絵を入れ、隙間から少しずつ出すことで魚をおびき寄せるという仕組み。いや、良さそう。しかもそれ針にひらひらついてるってことは、はい、針だけでも食うかもしれないってこと。うん、そういうことです。では行ってみます。いろんな仕掛けがあるんですね。行けるかな。寄ってくるよね。いますよ。お、あ、すごいすごい、餌出てる。出てるよね、はい。あ、寄ってきてる、これ。寄ってきてないね。来い来い。なかなか、いない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、ね、魚の中にいる。どうだ、うん、魚いっぱいいるんですけど。来てるんだけど、来てる、来てる、来てるけど。当たりは当たらない。なんで食べないんだろう、ねえ。ダメやな、なんか釣れなさそう。やめて。早いよ、見切りの。あー、ダメなんだ、魚いなくなっちゃった。あんなにいた魚たち、一匹残らず消えてしまいました。おかしい。しばらく放置していたキス用の仕掛けは、お、どうなった？なんか残ってる。軽いか。あー、軽くなったな。あー、ないな。はい、ない。あー、ないね。餌も食べられてない。今日は絶不調ですね。最後の一匹がこんなに難しいなんて。ところが、初心に帰ってキス釣り用の竿をちょい投げした途端。当たってる。乗ったぞ。乗ってる。あ、当たってる、当たってる。おっかけ、ありありだ。なに、なに、なに。まさかの2匹同時ヒット。いや、すごい。上がってきたのはベラと、これマダイ。ということは、やりましたよ。やったー。よかった、よかった。このマダイの子を持ちまして、ご勝負達成。イエーイ、坂本さんですよね。そう、あれこれあれこれ、よかった、まあ、ね、結局原点に戻った感じですけど。そうね。一番最初のやつです。やりました。ポッソダブルでゲット。もちろん逃がしますよ。来た、なんか来た。でか、あ、すげー。次回は後編、秋の五目釣りで対決。先に一人で5種類の魚を釣り上げるのはどっちだ。これ見たことあるやつですかね。一見五目釣りってなんかこう意外と釣れるのかなと思ったんですけど、難しいんですね。そうなんですよ、はい、魚は見えてるんだけど魚は食ってこないっていうね。多分魚も同じように人間が見えてるんですよ。
見えてる。いや見えてるって言われてるんですよ、海の中からも感じるんだね。そうそうそうなんですよ。そういう警戒心などもあって、はい、あれだけ仕掛け変えてね、餌入れても、はい、食ってこないっていう。だけど本当、はい、裏を返せば、はい、あの五目釣りをしようというようになる、それだけ魚がたくさん豊富な季節でもあるそうなんです、ね、だからこの季節、うん、皆さんぜひね、まあ、釣りを始めてみたいという方はね、はい、やっていただけたらなと思いますのでね、はい、ぜひ挑戦してみてください。さあ次回はですね11月8日金曜日の今時で放送します。次回もお楽しみに。以上フィッシュパレードでした。